チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、人糞大好き韓国、最近まで肥料、これからは再生資源、得意分野を伸ばせ、についてです。温水便座を買い替えて、少し経った伊藤家。水の勢いにも慣れてきました。前の子より良いところは、どんなに使っても、水になっちゃわないところ。今は当たり前なのかな。前の子、ずいぶん前から使ってたからね。スイッチの位置が変わったのは、まだ慣れないマリナです。お食事をしている皆さん、申し訳ありません。あまりにも韓国らしい報道がありましたので、これは報告させていただきます。本日は、こんな、軽うんちのお話をするつもりはありませんでしたので、早めに切り上げます。祖先は早くから、うんぴーの価値を知っていた。知識はなかったのだが、経験が科学を追い越していたのである。すごい、すごすぎる。これ、韓国のマネートゥデイのニュースです。韓国マネートゥデイさん、政治経済の話はたくさんあるのに、金融の話をしないで、軽うんちの話題を取り上げているのは、よっぽど韓国にとって、誇れる内容でしたのでしょう。わかります。とうとう、軽うんぴーの話題を韓国自ら、自慢話として、登場させました。誇らしいですね。内容は、ウリたちの祖先は農業用地に人糞を撒き、肥料として活用した。その昔、他所の家で大事をするということは、貴重な資源を他人に与えることなので、叱られることだったという。うん、よくできた韓国らしい、ほのぼのとしたニュースですね。正直、胸クソ悪いんですけど。しかし、韓国では、肥料だけで使用しただけではないんですよね。ラブリー日本の視聴者様は、誰でも知っていますよ。ここでは、下品なので、そんなお話しません。続けて。過去のように、トイレから始まる生態革命が今起きている。うんぴーを資源として、活用するウルサン科学技術院生活型研究所の、サイエンスウォールデン、である。この空間の BB トイレで、仕事、をすれば、各種装置を経て、うんぴーがバイオ燃料に、電気エネルギーに、肥料に生まれ変わる。日常の当たり前を科学的価値として、科学者は汚染源と思われてきた、うんぴーを覆した。うんぴーを資源と考え、さらにはこれを処理する過程をなくして、水を節約する、一石三鳥効果を期待したのである。科学技術院生活型研究所の研究人によれば、人間は一生で6トンに至るうんぴーを垂れ、これを水を通じて河川で流す。だがしかし、うんぴーは有機物なので、土では分解されて肥えた土壌を作るが、水では分解されない、無価値な資源であり、汚染物になるのである。これに対し、科学技術院生活型研究所の研究人は非水洗式トイレを作った。この便器は大便と小便を分離する。分離したうんぴーは真空ポンプを通じ、嫌気性、空気中の酸素が必要ない性質、微生物の浄化槽に送られる。この便器の特徴は調節水式のため、少ない量の水を利用して、圧力でうんぴーを集めて送る。嫌気性微生物の浄化槽には微生物が生息している。微生物がうんぴーを餌にして、バイオガスを作り出す。微生物が生息するために温度調節ヒーターがあり、近寄ると熱気を感じる。このバイオガスはエネルギー貯蔵タンクに行ったり、固体酸化物燃料電池を通じて、電気エネルギーに変換される。やったじゃないですか。快挙ですよ。これでノーベル賞が狙えますよ。あまりにも、面白すぎるので。さらに、続けて。実際に、サイエンスウォールデンの空間の、すべての電気とエネルギーは、うんぴーで作られている。ここは BB トイレと約5坪の住居空間、産室、人糞をエネルギーに転換する装備を構えたバイオセンターと、バイオエネルギー食堂などで構成されている。この空間では、
関連研究者が研究をしたり、芸術家が何週間も滞在して、作品活動などを行う。すごい、これ何の罰ゲームですか。実際、サイエンスウォールデンとかいうところに住んで、生活している人がいるのでしょうか。マリナは絶対拒否します。さらに、サイエンスウォールデンのトイレの使用者は、来る、というサイバー貨幣が与えられる。一回排泄することに、ジュークルが支給される。いわゆるウンピーが貨幣基準になる。ウンピー本位貨幣だ。なんじゃこりゃ、うんち本位貨幣、来るって通貨、作っちゃったのですか。この仮想貨幣でキャンパス内の物品を購入することもできる。研究チームによれば、一人が一日排泄する人糞の価値は、500ウォン、47.98 円程度である。韓国全国民がウンピーを基準にする貨幣を使った場合、毎年約9兆ウォン、8702億円に達する価値を新たに作ることができる。科学技術院生活型研究所都市環境工学部のチョジエウォン教授は、サイエンスウォールデンを考案した背景に、人糞を通じた生態変化を導き、これを貨幣やエネルギーに使って、新たな価値を提示するためだ、と言いながら、人糞をエネルギーに変換すれば、世の中になかった価値が生まれ、その価値の中に新たな価値共同体が形成される、と話した。馬と鹿でしょ。実際やってみなさいな。それが実際、成功すれば、上と下が統一することが、早まりますね。さすが、ウンピーの研究は、世界一の実力ですね。お見それいたしました。韓国のベンチャー企業はすごいらしい。ところで、今日はそんな話をするつもりはなかったんですが、長く話してしまったんで、本日はこれまでにいたします。なんかお腹が緩んできました。トイレ、秋晴れの日がありましたね。バイクで街を一回りしてきましたけど、車がすごく多くなりました。お店とかもだいぶ活気が戻ってきてるのかな?まだかな?日が傾くと寒くなります。お出かけの際の着るもの、皆さん工夫して、風邪などひかないようにしてください。バイクで走り回ってちょっと冷えちゃったマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを。楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。